続きまして社民党より福島みずほ参議院議員をご紹介いたします。福島さん、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんばんは。紹介していただきました社民党参議院議員福島みずほです。今上本さんからもありました30日、もちろん私も参加をしました。たくさんのたくさんのたくさんの人が集まって、よく知っている人も初対面の人も初めて来ましたという方もたくさん集まって、戦争法案廃案の気持ちを一つにしました。皆さん、戦争法案は廃案にできます。戦争法案は廃案にしなければなりません。違憲の法律は絶対に成立させてはなりません。今参議院で火水金と特別委員会が開かれています。私福島みずほもこの特別委員会で、よく質問のバッターに立っております。ボロボロじゃないですか、デタラメじゃないですか。中谷防衛大臣は今まで言ってきたことを撤回する、そんなことが頻繁に頻繁に起きています。私はこんな憲法違反の戦争法案を提出をした安倍内閣、退陣すべきだと考えています。そしてまず中谷防衛大臣は罷免されるべきではないでしょうか。戦争するかもしれない法案、戦争に関連する法案、戦争を準備している法案をまともに答えられない、こんな防衛大臣には罷免をすべきだ、辞職すべきだ、その声を大きく広げていこうではありませんか。私はあるというか、その特別委員会で質問をしました。2010年に2007年の米軍ヘリから撮った動画、これは動画は委員会で出せませんので写真にして質問をいたしました。イラク戦争、中東での戦争、対テロ戦争はまさに市民への無差別殺戮でした。ロイターの記者も市民も米軍ヘリの照準に合わせて砲弾を撃って、どん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 殺戮をしていく、まさに皆殺しの動画でした。皆さん、私たちがこの戦争法案、もしも万が一成立をさせたら、一つ戦争の被害者になる、二つ目戦争の加害者にまさになることではないでしょうか。集団的自衛権の行使という名前で無差別のまさに泥沼の大国による侵略戦争をやっていく、二つ目後方支援という名のもとに弾薬を提供し、戦場の隣で弾薬を提供し、発進する戦闘機に給油をしていくことになります。弾薬とは何か、国会で質問をしたら、ミサイルもクラスター爆弾も劣化ウラン弾も入ると防衛大臣は答弁もしました。武器を運搬し、弾薬を提供し、発進する戦闘機に給油をしていく、いずれもいずれもいずれもまさに戦争を一体としてやっていくことではないでしょうか。これを戦争法案と言わずに何と言うのでしょうか。自民党は戦争法案という言葉を嫌います。安倍総理は戦争という戦争法案でないと未だに言っています。でもまさに戦争法案です。イラク戦争、ベトナム戦争、劉少佳事件、いずれも嘘と捏造から戦争は始まっています。皆さん、安倍内閣はまさにこれからもしこの法案が成立したときに戦争という言葉を使わせないのではないでしょうか。安倍総理はこう言います。国際法上戦争が禁止されている、国際法にのっとって法を司る、だから戦争ではないのか。私福島みずほは言いたい、重要影響
動自体も集団的自衛権の行使も国連の安保理決議もそして国連総会の決議すら要件としておりません。後方支援という名のもとに弾薬を提供し集団的自衛権の行使をするときにその戦争が正しいという法的担保など法律上どこにもありません。正しい戦争などもちろんありません。でも私が今日申し上げたいことは重要影響事態集団的自衛権の行使その前提となる戦闘行為武力行使は何の法的担保もありません。戦争法は私たちは戦争に反対するその声を大きく広げていきましょう。先ほど申し上げました戦争の加害者にも被害者にもならないアメリカの戦争の下請け法はまさに人員の肩代わり戦費の肩代わりそしてリスクの肩代わりを日本はやってはなりません。莫大なお金を使い侵略戦争の泥沼の戦争の汚い戦争の一体となって何をやるんでしょうか。日本があまりに多くのものを失うだからこの法案に断固反対です。来週まさに派遣法の改悪法案がまさに採決されるかどうかそんな山場を迎えるかもしれません。廃案にすべきです。そしてこの戦争法案民主主義は憲法違反の法案を許さない。その声を大きく広げてこの法案みんなの力で廃案にしていきましょう。憲法違反の戦争法案こんな提案する安倍内閣の一刻も早い退陣を実現するべく共に頑張っていきましょう。全力で頑張ります。ありがとうございます。福島さん、ありがとうございました。